どうだった守備は。明日もう一度来いって。ま、いいや。それよりお前に渡すものがあるんだ。手紙？誰からだ？俺が知るかよ。お前の知り合いじゃないの？ハンターみたいな感じだったけど、なんか妙なやつだったな。久しぶりだな。正直言って驚いたよ。まさか君が噂のドラゴン使いだったとはな。それだけか。僕のことを覚えているのなら、自分があそこで何をしたかも覚えているはずだ。あの発掘所でな。エッジ君、これは戦争なのだよ。世界を破滅から守るためのね。その鍵とも言うべきアゼルを手に入れる、それにはああいう方法しかなかった。もっとも帝国はまだ諦めていないようだ。君に会いに来たのはそのことだ。撃つな。クレイメン！大丈夫か？そう、逃がしたか。やっぱり帝国の奴らだったんだろ。昼間からなんか怪しいと思ってたんだ。どうだい、俺も役に立つもんだろ。どうしたエッジ？いや、なんでもない。なんでもないんだ。クレイメン。